ココロージー、ココロージー、ココロージーは、ここ、ここことビアンカ・レイラニ・キャサディ、ビアンカ・レイラニー・キャシディとロージー、ロシエことシエラ・ローズ・キャサディ、シエロ・ローズ・キャシディからなるアメリカ合衆国のニューフォーク・デュオ。ビアンカがボーカルと様々な子供用の玩具、電子楽器、パーカッションを演奏し、シエラはギター、ピアノ、ハープを演奏し、ボーカルでもサポートする。 二人だけの演奏の他に、時には、ベース、ドラム、携帯用ラジカセのバックミュージシャンが加わることもある。二千四年から二千六年にかけて、アメリカ国内で、積極的に活動し、TV オンザレビューを、ブライトアイズ、デベンドラ・バンハートなどとのヨーロッパツアーも行った。二千六年後半には、二十五周年パーティーに、ビッグ・ブラック、スクラッチ・アシット、キルドーザー、ウゼダ、 だと共に出演した。シエラとビアンカのキャサギ姉妹はネイティブアメリカンの血を引いている。姉のシエラはアイオワ州で、2歳下の妹ビアンカはハワイ州で生まれた。母親につけられた愛称のロージーとここが後にバンド名となる。教師で芸術家だった母親は姉妹を連れて全米を州から州へ移動した。父親は別居していて、やはり シュタイナー教育を教えるために、アメリカ国内を旅し、シャーマニズムとネイティブアメリカン教会、ネイティブ、アメリカンチャーチ、ペヨーテ教会ともに熱を上げていた。シエラとビアンカは、夏の間は、父親と一緒に、リザベーション、居留地からザベーションへの徒歩旅行に費やした。シエラ5歳、ビアンカ3歳の時、両親が離婚した。シエラは14歳の時、 母親の家から追い出され、父親によって全寮制学校に入れられた。この時期、シエラは妹と会うことができなかった。シエナはほとんど毎年のように学校を変わった。2000年、20歳のシエラはパリのモンマルトルの小さなアパルトメントに移り住んだ。オペラ歌手になるためでパリ国立高等音楽、舞踊学校に通っていた。その間、ビアンカは 言語学と社会学の勉強をし、ビジュアルアートか執筆の仕事を目指していた。ビアンカは様々なラッパーを収集し、ブルックリンク・ウィリアムズバーグでアイロニーな白人主催のキル・ワイティ・パーティーに参加したことが知られている。2003年、ビアンカは気分転換する時だと思い立ち、ブルック人のアパートを出て世界旅行に出た。ビアンカは パリのシエラのアパルトメントにふらりと現れ、それから2ヶ月、起きている時間はほとんど浴室で過ごした。浴室を選んだのは、アパルトメントの中で最もアコースティックの響きがあく、また孤立していたからだった。まもなくして二人は、ワード・ツー・ザ・クロウというヒップホップアルバム、未発表とデビューアルバムとなる、を完成させた。L.A. メゾン・デモンレブは、 本来親しい友人たちに配布するつもりだった。しかし、2004年になって、この CD を手に入れた、インディーズレーベルの、タッチゴーレコーズが、姉妹と契約結び、老廃アルバムとしてリリースした。ココロージーの曲は、グッドフライデーが建造の、アムールに、ノット・フォー・セールが、エスカーダの、イントゥ・ザ・ブルーにと、香水の CM に使われた。 どちらの CM もロマンティックなスローモーション映像を使っていた。2005年、フレデリック・サンチェがブラシリアンさん、ノット・フォー・セール・グッド・フライデーをミュッチャ・プラダの2006年春のショーの映像の一部に使った。この作品はスルーザ・ラー・キング・グラスと呼ばれている。2008年にはスウェーデン王立ドラマ劇場でのシェイクスピア作、ハムレット、 主演の音楽に使われた。ウェアウルフという歌は劇を通してハムレットとオフィエリアに繰り返し歌わた。2005年にはフランス映画フランキー。2007年にはドイツ映画ハウスでアベン社の映画音楽も手掛けた。ブルック人でしばらく暮らした後、シエナ27歳、ブランカ25歳で、二人はパリに戻った。シエラは友人のまたバイムと、 新バンド、メタリック・ファルコンズ、メタリック・ファルコンズを結成し、ベデュエロス・レコーズ、ビアンカがビジネスパートナーのメリッシムチャビッツと作った新レーベルと契約した。さらにニューヨークにギャラリー券パフォーマンススペースのベデュエロス・ミュージアム・オブ・ニース・アイテムズをオープンさせ、レッド・ボーン・スリム・ VS、イット・セルフ・アン・エキシビション・オブ・ドレイングスというブランカの絵画展を開催した。 2007年、ミシェル・スピノザ、監督の映画、ニココロージーの曲、キャンディランドが使用された。2007年5月7日、バンクーバーのツアーに向かう途中、バンドメンバーが、アメリカ、カナダ国境で逮捕され、その結果、残りの北米ツアーは中止された。2008年4月29日には、アムステルダムのコンセルトヘボーで、ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団と共演。 同年7月には、ポーランドのオープナーフェスティバルでも演奏した。2008年5月13日、限定3000枚の7インチピクチャーディスクの EP シングル、ゴッドハス、A ボイス、C スピークススルーミーを同名のアルバムに先行してリリース。B 面には珍しく、ノイズで構成された題名のない短い曲がフィーチャーされている。B 面の絵は別の歌。 それまでライブでのみ演奏したことのある、ヘネット・パラダイスの歌詞から描いたものである。2009年6月、自主制作で、EP、ココンツ、プレンティオブ・ジャンク・フードをリリース。2010年5月、サブ・ポップより、ホース・アルバム、グレーオーシャンズをリリース。2013年5月、シティ・スラングより、フィフス・アルバム、テイルズ・オブ・エーグラス・ウィドウをリリース。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。